皆さんこんにちは、レキドルの小日向恵里です。この企画はブラウザキングダムライジングの武将ダスを引いて出てきた武将を私が90秒で説明するという企画です。前回は女性の人が出てきましたね。スーシー、皆さんもセクシーな女性には気をつけてくださいね。さあ今日はどんな人が出てくるかな、孔明出るかな。孫昭公はですね、孫権の妹、孫作の妹で、孫家族の一員なんですけれども、昨日出てきた数子とはこう真逆のような男勝りなお姫様です。でいつもこう武器を持っていて、こう腰に弓を携えていたので、腰弓姫と書いて九曜鬼というあだ名がついています。歴史の中では孫昭公という名前ではなくて孫夫人として出てきます。あの劉備の奥さんになるんですね。まあ政略結婚ですね。あの蜀と呉をくっつけるための、政略結婚に使われたそんな姫です。孫昭公はですね、だからそうやっていつもこう武装していて、侍女たちにもこう刀とか持たせていたので、劉備はいつもこうビクビクしていて、なかなかこう孫昭公の部屋に訪ねるのもこうドキドキしながら行ってたというふうに言われていますね。それでですね、そうだ、年齢差が30歳なんですよ。結構な年の差婚です。だから高橋ジョージ三船美香夫妻には勝ってるけど、加藤茶さん夫妻には負けてるという、なんか何の張り合いだって感じなんですけど、まあでも孫昭公なれるんだったらなりたいですね。だってお兄さんに孫権とか孫作とか言って近くに周囲もいてですよ。で劉備の奥さんってことは、あの蜀の武将たちにも会えるわけじゃないですか。というわけで小日向恵里のブラキン武将ダスで紹介するんだすでした。また明日お楽しみに。さらばじゃ。